はい、皆さんこんにちは。いやー、とにかく PI ぶり、ありがとうね、来てくれて。あー、いいよ。久しぶりだねってか。久しぶりだね、確かに。久々。うん。まあ、MK 大変って言ったからね。そうそうそう。トリッピーとはまたなんか、違う機会で動画撮ろうかなと思って。はい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 。で、今回は、そのね、アイゴリにね、アイゴリ俺のチャンネル出てもらうの初めてじゃない？あれぐらいか、スマブラ？あ、そうかそうか、なんか、1対1はないけど、みんなでいる時が、アイゴリがメインになることってあんまないから、ちょっとね、アイゴリと何撮ろうか悩んだんですけど、なんかね、アイゴリに、ビデオレターが届いてるんですよ。え？ビデオレター？なんか、アイゴリにね、なんか伝えたいことがあるって人がいて、あ、そうなんだ。そう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 、だから俺それちょっと預かってて、まあ、1回、そいつの映像見てもらいたい。あ、いいよ。そもそも、なんか、彼女同伴で来てくれって言われたから、リカと来たんですけど、確かに何なんすかね、これマジで何も聞いてない。ビデオレター届いてるって何？誰だ？あいぶりこの人からなんだけど、うん、見覚えある？見覚えないね。見覚えないっすね。あいぶりのなんか知り合いらしいんだけど、ちょっと、いや俺知らないけどね。闇のゲームの始まりだぜ。勝手に始まったし。愛の戦士、なんだ今お前がこの映像を見ているってことは、お前が最も信頼している愛しの人物が俺の手にあるということは分かっているよな。分かってないぜ。今貴様が一番大事な人を頭に思い浮かべてみろ。ほらこの後ろ姿を見れば分かるだろ。リカちょっと違うけど、 そんなつまみ方するな。リカちゃんだ。バービーじゃねえか。今こいつの命がまさに俺の手の中にある。ちょっとでも愛の人に貴様が勝手な行動を取るようであれば、躊躇なく俺はこのピチガレを聞くことができる。やめろ、やめろ。話を聞く限り、お前は今までこのリカちゃんにとんでもない仕打ちをしてきたそうだな。やめろ、そんなことしてない。このリカちゃんを愛しているのであれば、今回は真実の愛を証明してもらうことになる。真実の愛。まあまずは貴様がこのリカちゃんのことを本当に愛しているのかどうか、簡単なクイズを出させてもらうぜ。クイズ。今このリカちゃんがリアルタイムで履いているパンツの色は何色か答えられるか。白だ。もし貴様がこれを外してしまうようであれば、リカちゃんのパンツは今から俺が全世界に公開することになってしまう。やめろ、そんな下道で。下道で答えてくれよな。白だ。白に違いない。本当か？書いてない可能性があるぜ。リカは白だ。公開されちゃうんだよ。いやこれ答え公開されるよ。あっしろでも公開されるだろ。残念だったな、アイゴリ。これが現実だよ。そんな姿を。このままだとリカちゃんが出れなくて、ちょんでてリカちゃんの見えていけない、あらゆる姿が全世界に公開されちまうんだ。やめろ、アイゴリ。お前のリカちゃんへの愛はそんなことだろ。これどんなに公開されるんだろ。それじゃ次は単純な問いだぜ。お前のリカちゃんに対する愛を今ここで全力で証明してもらおうか。画面に向かってリカちゃん大好きと叫んでみろ。もしお前がリカちゃん大好きと叫べなかった場合は、女の命とも呼べるこの髪の毛を俺が全て引きちぎる。髪だけはリカちゃん大好き。これでまさかこれでこれでリカちゃん大好き、これでいいだろ。全然聞こえねえな。愛の戦士、これは作戦だろ。もうお前のリカちゃんは俺と身も心も一致状態だよ。ふざけんな、こいつがどうなっちまうか分かるよな。寝取られてんじゃねえか、俺のリカが。今まで自分が知った数字を思い出してくれるがいい。そんなことしちゃいけない。なんか見覚えがあるんじゃないか。やめろ。この袋に詰め込んで。やめろ、やめすぎだ。ほんだ。ああ。やめろ。やめろ。何が起こるか。やめろ、そんなひどいことするな。お前に人の心はないのか。やめろ。そんなことしたらあメントスだ、やめろ。メントスだけはやめてくれ。マイクで叫ばないで。さっき言ったら漏れてんじゃねえか、これ。抜けてんじゃねえか、下から。やめろ。やめろ。余裕そうじゃねえか、こいつの声。いや、でも心の声、心の声。過ごしてきた日々が全部見つめるてってみたいな。そんなことないリカ。私なんて星の数ほどいる女の人に。そんなことないリカ。今お前を助けに行く。つるか人の幸
味か。一体どういうことだ MK。 いやなんか俺もこれ届いてて、でもうなんか来てるらしい。来てるの、うん、そこまで。あの質問してる。ちょっと入れてくれよ。ちょっと5分ぐらい待っててくれよ。来てるらしいからちょっと呼んでくるわ。ちょっと入れてくれよ。まだせたな、ローのゴリラ。お前、リカを返せ。お前がリカちゃんにあんな扱いをした際ね、こんなになっちまったよ。なんだこれは。特急仮想オンレリカちゃんだよ。お前がリカちゃんを今まで虐げてきたから、リカちゃんこんなになっちまったんだ。違うリカちゃんでか、お前これ。お前、このリカちゃんの呪縛解きたいよな。解きたいぜ。じゃあ俺と闇のオリンパデスマッチで勝負しようじゃねえか。オリンパデスマッチです。なんだそれ。一体どういうルールなんだ。画面をご覧ください。画面ちゃんと用意してやる。丁寧語しかも今回の闇のオリンパデスマッチ、俺たちはライフポイント8000で引いた金額分のダメージで勝負するぜ。金額分のダメージ。そしてうるせえんだよお前は。さっきからこいつが喋ってんの。こいつよ、どこにボタンがあるのか分かんなくなって切り方が分かんないんだよお前。何やってんだよ。何が。解き放ってあげてくれよこのリカちゃんをさ。今助けるぞリカ。そしてお互いに2回までサポートカードを使える。サポートカード。一旦こいつうるせえからちょっと違うところに置いとくで。やめろリカ。やめろリカ、そんなところに入れんな。冷蔵庫の中にしまってやるからなリカちゃんなんて。やめろ、冷凍庫の方じゃないかお前。冷凍庫の方にしまってやるよ。お前に人の心はないのか。さあ金額は審判の感覚に任せるからな。何、今回はトリッピー。俺か。引いたカードの金額、お前のさじ加減でライフポイントのダメージが。なるほど。本当は500円くらいのカードでもトリッピーのさじ加減では2000円くらいになるということか。そうだ、そしたら2000ダメージだから。何、4枚引いたら終わっちまうぜ。そう、なんて恐ろしいルールなんだ。さらには2000ダメージごとにリカちゃんにダイレクトアタック。やめろ。俺は関係ないだろ。この引き金を貴様に向かって打つ。どうしてよ、俺なんだ、リカじゃないのか。お前リカとリカちゃんが一心同体だから貴様に引かざるを得ない状況になってしまう。どうしてなんだ。山札がなくなった場合はライフポイントの多い方が勝利で、敗北者はリカちゃんを失うことになるぜ。何、俺のリカちゃんとお前のリカちゃん、どっちかがいなくなっちまうな。そう、俺のリカは必ず守ってみせるぜ。まあ元はといえばさっきのあいつもお前のリカちゃんだぜ。任せてくれリカ、必ず救い出してやる。どっちのリカも必ず救い出してやるぜ。じゃあ早速闇のゲームの始まりだぜ。始まりだぜ。これがオリパでいいんだよな。そうだそうだ、こんなに勝ったのか。こんなに勝ったぜ。信じられねえぐらい。今回は館長の店で500円オリパを70口買ってきたぜ。70口はやりすぎだね。シャックロして。それではデュエルスタートだ。びっくりしたお前すげえ。まずは先攻後攻を決めようぜ。いくぜ。最初はグーじゃんけんポン。うわっ、俺が先攻で8000ダメージ与えてもいいんだよな。来いドロー。魂のカード召喚、怪しいの AR だぜ。なるほど AR。 大体これは300円くらいだろ。300ダメージだ。うわー、リカー300ダメージで殺してしまうよ。どうなってしまうんだ俺のターン。700ドロー。俺はこのモンスターを攻撃表示で召喚。うわー、めっちゃ絶望だよ。お前が強すぎる。ちょっと待ってくれよ。すごいダメージを与えたって。おい、ふざけんじゃねえよ。やばいって。大当たりだぜ。はいよー。あなた中の細胞がやばいって。全く迷わないから調べるぜ。8000ダメージは出ねえよな。闇遊戯にワンキル。8000ダメージは出ねえよな。1億回2000のダメージ。2000のダメージ。2000ポイントだぜ。俺のリカは4000ポイントダメージを受けるために化けの皮が剥がれるから。化けの皮すぐに剥がしてやるぜ。リカちゃんの呪霊を貴様が払えるから。さあ、お前がゾロワークを出していたな。俺はアルソンの AR を召喚。アルソンの AR 200ダメージくらいだな。200ダメージ。いきなりゾロワークもないぜ。いきなりゾロワークを見たせいでもうなんかやる気失せる。悪いな、闇遊戯一瞬で終わらせてやるぜ。ドロー。俺のターン。俺はボスくらいの AR だ。なるほど、まあ大体200円くらいだな。200円。このままだと地理品だぜ。ドロー。モンスターカード、ミライドンの SR を召喚。ミライドンの
SR いらないぞ、その SR。 いくらなんだ、普通に強くてくさ。500円オリバーなのになかなかやるじゃねえか、繁盛のカードショップ。なかなかいい店だぜ、いい店だぜ、意外と繁盛。これはなかなかのダメージが入るんじゃねえか。最近結構リボルバーの準備装填完了。何やばいって2300円だ。2300円、リカちゃんにダイレクトアタック、ホラビのバーストストリーム。外れたみたいだぜ。危ない、俺はこの状態視界が良くないからな。危ない危ない、怖かった。リカ今助けてやるからな。お前が来て、あ、リカの髪の毛から出てきた。お前髪が、髪で救われたのか。よかった、よかった、やりやがる。ってことはペリだってこと。危ねえ、髪の毛で止めたみてえだ。髪の毛から、私がやるわ。リカ行け、デスティニーター、ギター、リカがいいんだから。メタボン AR、メタモンのやる。なるほど、200ダメージぐらいだぜ。200ダメージしょうがねえな。ここで俺は一気に勝負を決めに行っていいか。なんだ、ルールではサポートカード2回まで使えるって書いてあったよな。お前はサポートカードがどんなサポートカードか知らないから怖くて引けないだろうけど、まずは俺が引いてやるよ。ドロー。なんだこれは。翼をください。これはどこかで見たことあるサムネ。先の選手のサムネだ。ランダムで相手からカードを1枚いただくことができる。何何、俺のメタモンが危ない。俺のメタモンが危ない。さあ、その3枚のカードを手札に。俺はそのままお前のトロワークを奪って一気に勝負。ランダムだからまだ助かるのか。嬉しいぜ。さあ、どこを引く。折り曲がってるやつだよな。白カードだから大丈夫。折り曲がってるやつだよな。そんなカードくれてやるぜ。折りカードがいくらでもくれてやるぜ。まあでもこれによって俺のライフポイントとお前のライフポイント結構の差がついたんじゃないか。マイナス200のダメージ。何、審判頼むぜ。5600対5000。まあ大体サポートカードの仕様は分かったよな。俺だってじゃあサポートカード引いてやるぜ。いくぜ。俺の引いたカードはこれだ。カードを3枚引く。ボールがやばいぜ。強欲なボールだよ。強欲で、強欲で、強欲みたいな効果になって。強欲なんだ。カード3枚、まず1枚目、ドロー、モンスターカード。200のダメージ。ドロー、モンスターカード。200のダメージ。まだ大丈夫。俺のバトルフェイズは終了してないぜ。モンスターカード200のダメージ。合計600のダメージをお前に与えるか。3枚引いて600は全然大したことないぜ。ただ今ここでライフが並んだぜ。5000だと、ここからだぜ。仕方ない、サポートカードを引いて。ドロー、殺人未遂。何、懲役2年ターゲットバカめ。お前みたいなクソザコテイリストに俺は負けない。サポートカード行け。企業案件、企業案件、俺の案件が入ってんだよ。好きやってるわけではなく、2枚ドローして手札から1枚好きなカードを戻す。ふざけんな、好きなことでやってるわ。お前もやったのか。コンパス、おもろかったのか。コンパス、好きで60連回すわけねえよな。いや、おもろかったのか。俺の印象下げるのやめろって。アンノーアンノーアンノー、これは安いんじゃないか。アルソル、あ、そうだな。でも金額を聞いてから戻していいのかな。で、多分ダメだぜ。100ダメ、あ、そうだな、じゃあ教えない。じゃあアンノー戻すね。この中からでもいいんだぜ。あ、そういうの。トロワークを戻したっていいんだぜ。こっちも戻せるのか。こっちも戻せる。こっちも戻せるよ。お前の手札じゃないだろ、それは。俺の特殊能力。反応戻すぜ。しょうがねえな。これを裏にして好きなところに入れてシャープしてもいいかな。いいぜ。じゃあ、まあ、この辺に入れるぜ。ちなみに俺は懲役2ターンだから、またお前のターンの。俺のターン、一番上に戻す。これ200ダメージ受けるってことかな。受けるぜ。なるほど、なるほど。一番上に戻さなくてよかったぜ。だいぶやばいぜ。終わりだぜ。俺のターン、ドロー、ロスレイドの200のダメージ。200か、クソ。なかなかいるのだぜ。なかなかいるのだぜ。じゃあ300のダメージ。なかなか痛いぜ。びっくりしたぜ。ナトナイスアールが出たかと思って一瞬焦ったけどよ。愛の選手、サポートカード4回までにしないか。いいぜ。4回までにしないか。そうしようぜ。こんなにすぐ使っちまうとは思わなかったからな。ドロー、メタのダメージ。メタも。ジリビンだぜ。俺のターン、これぐらいだぜ。一撃で、今終わらせてやるぞ。闇遊戯、くらえ、ブルーバーン。200のダメージ。もうね、ゴミカードばっかじゃん。やっぱり勝負を動かすにはサポートカードを引かないといけないみたいだな。俺だって、お前も3枚目だぞ。強欲ね、強欲な、ボールガイを引くんだ。何？面白すぎる男。面白すぎる男による会心の一発ギャグ。ゴミカードじゃねえか。ちくしょう。なんだよこれ。どんなギャグが見えるんだ。
なんてことしてくれるのドレッピーふざけんなよ、こっちのセリフだよ。面白すぎる客が見れるっていうのか、今から面白すぎる男、これも使っていいじゃん。ボロボケか、リカちゃんだったら使ってもいいんだって。まさかこれは面白すぎる男、面白すぎる男予想外だぜ、そんなこといかんでもお前、得意だよな。得意じゃねえよ、一番苦手だよ、お前お前、ふざけんな、マジで面白すぎる男。マータ、じゃあ考えといていいって、その間に俺たちは勝負を進めていくからよ。やばい、ここにやらずになっちゃう。俺のターン、ドロー。今、一撃で終わらせてやるぜ。このカードで勝負、エレキブル200のダメージ。よしやっぱり AR 合戦になっちまうのか、アップリューだぜ。なるほど、お、ヤローがいる、100のダメージ。ヤローによってマイナスされちまった。俺はこいつサポートカードに手を出す。いけ、いい、俺のサポートカード、テンバイヤー逮捕。テンバイヤーめ、テンバイヤーのマジで。おい、これ俺がダメージ受けてるって。ニュースになってたテンバイヤー、俺使い買い占めてニュースになってた。マジかよ。そしたら俺はじゃあ2枚引いていいってことだよな。どういうことだ。一旦休みだからな。まずはミニタンク、あ、可愛いから。じゃあ300のダメージ、ありがとな。そしてケンタのこいつもかっこいいよな。かっこいいけどそいつは200のダメージ、合計500のダメージ。うん、もうだいぶ見えてきたんじゃないか。俺のターン行くぜ、ドロー。一発逆転のカードを引いて、ここで引くぜ、アブソル。アブソル200だぜ、200のダメージ。これにより4000の4000を下回ったんじゃないか。確かに。そういうことはリカの障害が今の自爆を少しだけ解き放ってやろう。気になり消えたリカだもよ。お前はじゃあ好きな部分吐いてみろよ。好きな部分って何。好きな部分リカちゃんも解き放ってやる。夢しかないんじゃないか。これいっぱい衣が闇の衣に包まれてるんだよ。リカ今スクーぞ、あんまり分かってリカちゃん。なんだこれ、なんだこれ、これやめろよ、あんまり見るんじゃねえよ。これここに罰ボタンがあるから一旦リカちゃんは黙らしとくぜ。なんなんだこいつ、怖すぎる。リカちゃんだ、リカちゃんだ、リカちゃんだ。これ私じゃないわ。お前が前の選手さんに散々痛めつけられた結果これだ。ドロー。私じゃないわ。俺のカードはエレキブルだ。リカ同士で醜い争いが始まってます。リカ今お前を救ってやるからな、ドロー。俺のターン、俺はこれだ、ノドクラゲ AR。 初めて出たから、じゃあペース上げとこ、300の。嬉しいぜ。俺あんなのに300円もするわけねえだろ。300円で俺買ってやるぜ。そろそろ決めて、いいんじゃねえか。アップル、繁盛のカードショップ、はい、しょうもねえな。俺のターン、同じに AR が一緒に出てくるぜ。タマンチュラ、トリッピーさんの大好きなタマンチュラ。タマンチュラ、とてもいいですね、400のダメージ。なんでこいつタマンチュラ好きなんだよ。面白すぎる男。あ、間違えた、間違えた。面白すぎる男、頼むぜ。はい。そしたら俺はサポートカード、最後のサポートカードを使わせてもらおうぜ。キルがいい。ドロー。最初で最後の幸せ。何？何？持っているカードのポイントが2倍になる。何だと？ゲームが終わるんじゃないか。ゲームが終わるぞ。そんなカードない。そんなカードしかない。俺が持っているカードの合計は優に4000を超えている。うわー。今4100ポイントだ。4100ポイント。8200ポイント。分かるよな。愛の選手。やめろ。4000。俺のリカード忘れるつもりだ。しょうがない。愛の選手。ラスト一ターンだけお前に猶予をやろう。なるほど。そのサポートカードを引いて。いいものが出て逆転のチャンス。お前のライフは今1だ。次俺が何を引いても貴様の未来は死あるの。逆転する。リカ、お前が引いてくれ。わかった、前の審査。うわっ、取れよ。リカ、これか。来た。さあ、お前が引く。まだあるぞ。ここから300円を削りきるから。逆転するな、ボールガイだ。まず1枚目。うわドロー。マスターカード。ドロー。モンスターカード。ドローカード。ドロー。自爆いる。残念ながらそれじゃ俺には届かねえぜ。最後のドロー、何が出ても俺の勝ちだよな。やめろ。アローラロコン、トリッピー、こいつの値段を言ってみろ。こいつは50点ダメージだ。50点アイム選手のダメージ。お前ライフポイントあと1だよな。その通りだ。そうしたらお前のリカさんは俺のリカだぜ。やめろ。俺のリカ、今日からお前のリカはこいつだぜ。こんなの入れてるかじゃない。こんなのリカじゃないよ。あげてみろ。一体正体を明かしてみろよ。なんだこいつ。
お前も見覚えあるんじゃねえか。喋ってんぜ、リカが喜んでんぜ。怖いって、なんだってこいつ。お前ピエールさんと一緒にやってんだろ。だから俺はピエール滝だぜ。ピエール滝、ピエールさん違いだって。俺はピエール滝でしょ。違いだってこいつ。今日からお前はそいつをリカちゃんとして動画を撮るんだ。やめろ、くそー。リカー、リカ腕もがれてるってこいつ。リカ、腕が上がけてみろよ。鼻に触ったら喋るんだぜ。リカ、おんまかいな、リカ。リカ、なんかどうやら踊りもできるみたいだぜ。何？こいつ踊れるってのか。どこで踊れるんだ。リカ踊れ、お前踊れって。腹を、おお、おい、おい、もっと踊れって。何回転だけじゃねえか。踊ってくれ。なんだっけ、なんだろ。リカ、長距離歌ってるんじゃねえか。リカ、リカ歌え。お前のリカ、お前のリカどうなってんだよ。おい、人形もっと言ってくれるかな。おいの天使。こいつは見なかったことにしてくれ。お前のリカちゃんは俺が預かる。やめろ。ただしかし、貴様まだこれだけのオリパが残っているだろう。そうだな、確かに。今回の勝負は俺の勝ちだから、ここに出たカードは全てもらうぜ。ただしかし、お前の方のチャンネルで残ったカード、そして面白すぎた男の一発ゲート、忘れてた。リカを、リカちゃん、全てをかけて勝負しようじゃないか。望むところだ。やめろ。何をする気だ。忘れてたぜ。何をする気だ。何をする気だ。やめろ、やめろ。次は愛の選手のチャンネルで。あー、自由に撃たれてしまった。ガーン、愛のガーン。面白すぎた男が、今のがもしかして、今の面白すぎた、もしかして今のが自由に撃たれてしまった。ガーン。ピエール、だから笑ってくれた。ピエールは笑ってくれたみたいだった。ピエールは大喜びだった。